皆さんこんにちは。私たちはハイエースで車中泊しながら日本一周を目指す夫婦です。現在私たちは阿波踊りを見るために関東から徳島県に移動中。お盆の帰省ラッシュど真ん中になぜか下道で移動します。その距離はなんと800キロ。なんでこんなことを始めたのか自分でもよくわかりません。暑さ対策で比較的涼しい山側を通ってようやく兵庫県丹後市までやってきました。そして今日は一気に四国へ。丸3日間約24時間運転してようやくたどり着いた四国。旅のゴールは香川の名物全然お店が開いてないんだよ。前回の動画も合わせてぜひ最後までご覧ください。ベコちゃんいたよ。しかももののけ編とか意味わかんない。いやいや意味わかんないとか言うな。こいつはいるんだよ。こいつはケルベコスは絶対いるんよ。名前ヒスイベコ。もう色変えて使い回してる。もう色変えて気分の着せてもう。ベコさえつけりゃ何でもいいんですか。うちらはそこが気に入ったんだからこいつらの。さあ最終日始まりました。来ました。今日ですね、香川県まで行きたいと思います、はい、兵庫県の丹波市にある道の駅丹波おばあちゃんの里で車中泊して朝目覚めました、うん、最終目的地が香川県高松市。ホテル取ってるので香川で一泊して徳島の阿波踊りに明日行くっていう感じかな。阿波踊り周辺でホテルは取れなかったので香川県でね取ることになったんですよ。そうです。今日結構でも朝暑かったね。暑かった。昨日の夜は外気25度ぐらいで眠れたんだけど全然、うん、朝はね暑かった。そう朝7時ぐらいに起きた時にはもうすでに車内は30度超えてて暑かったですね。暑さで起きたな。やっぱ日差しでねやっぱり車内やばいから。ポータブルクーラー今回一応積んでるんですけど、うん、今のとこ2日間ともそれを使わずに乗り越えられました。こんなに涼しいと思わなかったから山側ルート選んで正解だわ。マジでそう、本当にそう。今日も頑張ってね行きたいと思います。ただちょっとあの台風がね来てるんで阿波踊りがやるのかっていうところがまだ確定されてないっていう恐ろしさ。いや本当に良くないよこれは。可能性があるうちは目指したいと思います。当たり前やん。じゃあ皆さん今日も最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。So fragile. When you know yourself well, somewhere down the sweet line. When I do things for me, 'cause I don't wanna be a therapy. I wanna be free. So. 姫路編の動画で来たばっかりなんですけど。懐かしいとかじゃないからもう早速2回目の来訪です。先月だからあれ。たまたまさ並んでたら前に並んでる人の視聴者さんでジッタうどんがここの名物なんだよって教えてくれたんで今日はちょっとジッタうどんも頼んでみます。名物のアーモンドトーストカールヘルムセットっていうセットだったから薄かったよ。薄いパンだったんだよね。単品で頼むとこんな分厚いんだ。何よりも。うん、おいしい。4名様どうぞ。ジュワッとアーモンドトースト。あ、いいね。おいしそう。来ました、ジッタうどん。やば、めっちゃおいしそう。すごい、ご飯もついてくる。おいしそう。やっぱりこの甘辛のタレがご飯とめちゃくちゃ合う。マナブめっちゃ好きそうだもん。めちゃくちゃ好き。うそ。うん。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいね。めっちゃ好き。念願だね、うん、念願のナポリタンだね。うまい。ナポリタンというものはこうであってほしいというような味。おいしいな。
ということで現在の時刻が今12時です。今日も天気いいね。こんなに毎日天気いいのに明日から雨なのかよ。本当にマジで本当だよ。今日話し合うらしいよ、阿波踊りやるかどうか。15日はもうほぼほぼ中止だろうっていう感じらしい。あ、まあね、もう直撃だからね。そう、明日はまあやるんじゃないかな、雨だけど。今からなんだけど、兵庫でやり残したことで阿公の方にちゃんと行ったことなくて、はいはいはい、岡山の方ね。そう、阿公浪士とか、ちょっと阿公の方にね寄ってみようかなって思ってます今、はい、兵庫旅もさ、本当はもっと続く予定だったのにコロナになっちゃってさ、そうそうそう、一旦ストップしちゃったからね。ちゃんと淡路島とかこれから行く予定だから。淡路島はこれから行く。そう、どうし場所、どこ行き場所かで、にゃん、阿公浪士知ってる？いや、なんかちょっとさ、やっぱ3日目じゃん今日、うん、やっぱ疲れ出てきたね。いや疲れてきたよ、疲れてきた。私なんかもう右目が開かないもん、なんかちょっとこれ疲労からなのか。疲労が目に現れる、疲労が目に現れるっていうね。学ぶよりは大きいけど、まあ晴れてても学ぶよりは大きいけど。何ですよね、人を傷つけながらそうやって進んでいくの。まあまあ晴れててもね。着いたー、阿公。綺麗だねー、キラキラー。ここが阿公の町か。綺麗。名前忘れちゃったけど、主君の人とキラコウズノスケが揉めて、キラコウズノスケは何もなかったんだけど、お咎めなしだったんだけど、その主君だけ切腹を命じられて殺されちゃったんだよね。それに対して阿公浪士たちが怒って、47人の阿公浪士たちがキラコウズノスケに仇を打って、キラコウズノスケを倒して、そんで47人全員切腹するっていう、自ら命を絶ったみたいな。主君にその忠誠を使ったその男らしい姿みたいなかっこいいじゃん。ワンピースの赤座や。あ、そう、多分あそこ阿公浪士から来てると思う。で、その阿公浪士たちが77人が祀られてる神社がある、大石神社っていう。へえ。あ、あそこだ。お、すげえ。すごい。なんか阿公義士いるじゃん。え？え？すご。すご。阿公義士たちが立ってる。普通にすごいやん。すごいすごい。77人ちょっと見る？うん。ちょっと降りるか。すごい。ほら、この47人が。え、すご。を打ち取りに行ったんだよ。すごいな、マジで。名前も書いてある。すごいな。四十七義士を祀る大願成就の神。いいじゃん、大願成就。いいね。バンダーラストがみんなに受け入れてもらえますように。大願だね。功労士がさ、そんなにさ、47人立ち上がるってさ、よっぽどの主君だったんだろうね。うん、でもうちももしニーヤンが打ち取られたら立ち上がるわ。いや、いや、立ち上がんなくていいですよ。ニーヤンに忠誠誓ってるからし。ニーヤンが打ち取られたら立ち上がってあげるね。意味ねえよ。来てよかった。かっこよくね。あ、阿公浪士たちなんか。普通にめっちゃよかった。ね、大願成就ですからね。すごい祈りもいいし。マジでバンダーラストについて祈ってきた。無事に販売が終わることを祈ってきた。まあ、でも動画出る頃にはもう販売されてるのか。そうだよね。いやー、完売してくれてるといいな。それな。どうなるんだろう。ドキドキだよ。じゃじゃん。ご朱印もいただいてきました。本当はね、なんか阿公浪士のハンコのやつが良かったんだけどね、売り切れててね、普通のなんかこういう感じのお越しんです。でもかっこいい。岡山はね、まだうちら旅してないんで、 見たいし行きたい気持ちはめちゃくちゃあるんだけど、旅で来た時の感動が薄れるの怖いんで、岡山は寄り道しないで通しで香川に行きたいと思います。あと3時間ぐらいかな、香川まで。綺麗、めっちゃ綺麗。ここ岡山か。やばい、撮ってしまった。岡山撮ってしまった。岡山撮んな。やばい、岡山見てしまった。まだだから。はい、はい。
ちょっと四国に入るのはね、もうどうしても有料道路通らないといけないので、下道旅の最後はちょっと有料道路通って四国に入りたいと思います。はい、うわー高速だー、なんかやだな、なんかやだな。ここまでこんなに頑張ってきたのになんかやだな。行くぜ四国。うーよいしょー、綺麗、大橋だ。これ渡ったら四国かー、変な感じ、なんか嬉しい。あ、うわー、綺麗、すごーい、めっちゃ綺麗なんだけど、綺麗、香川県入ったー、終了ー、着いたー、やべー、香川着いた、遠すぎたー、遠すぎたー。ここは本当にドライブコースとしてやばいな。やばいね、めっちゃ綺麗、綺麗だね、うん、今日しかも晴れてるから。そう、あとは阿波踊りが無事に開催されるだけだね。そう、それ祈るわ本当に、本当に。うわすごい、なんかテーマパークみたいな、ね、なんかすごい人だよ。でもこれがサービスエリアなの？パーキングエリア、パーキングエリア、大橋、すごい到着したんだね香川に。嬉しい、嬉しいね、綺麗綺麗、うわーすっごい綺麗四国だ、四国だ、香川着いた、埼玉から香川まで来た。あれを渡れば阿波踊り最高、開催されれば、開催されれば。Why do I make things complicated? 埼玉からね、香川までの移動、下道旅を終えたということで、最後にね、お祝い一杯やろうとして香川の街をプラプラしてるんですけど、今日なんか祭りがあったみたいで、香川でも花火大会かな、すごい人で、全然無理、全然お店が開いてないんだよ、お店が開いてない。視聴者さんにおすすめしてもらった骨付き鳥のお店2個回ったんだけど、両方入れなくて、一軒とよりどりみどりっていうお店なんだけど、両方もうダメで、どうしようかなって考えながら今香川の街をプラプラしております。今もう一個攻めきてるランマルっていうところがもう最後の砦で、それ無理だったらもうちょっと適当に入るか、そのまま香川関係なくさ、モンテローザ系とか言ってもう魚民とかそういったあのやだなそれは避けたいな四国でやばい俺らの味方ある、串カツ田中、串カツ田中、最終困ったら田中があるということだけ分かった、最終で、うん、ここに提灯にランマルって出てるやん、もう明らかに無理や、もう明らかに丸3日間片道で香川に移動してきて、なぜかゴールに田中に来ておりますちょっとなんで香川でさ、本当だよ田中、本当だよ、本当にもうご当地系の店は全滅、全滅、もう、うん、田中も並んでたし、田中も待ったしね。でもまあこれはこれでめっちゃ楽しみだ、めっちゃ久しぶりだね、やばい、普通にマジ楽しみ、本当にすんのはマジで3年ぶりぐらいで24時間下道旅、美しい、後ろで、はい、早いよ、おめでとうございます、メガジョッキになります、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、いいよいいよいいよ、だからこれが正解でしょ、メガが一番いいんだから、メガが一番いい、メガが一番いいんだよね、こっからじゃあ3本連続串カツ田中の動画が続くっていう、今の動画のストックが3時間あったから1時間メモリーのあと3時間撮れるから未公開審査でしょ、確かに、そうしようか、そうしようか、こういうところでさ、マスクもなしで普通に飲めるようになって嬉しいわ、マジで、そうだね、気軽にこういうとこ来れるようになった、そうそうそう、最近だね、いろいろと、11のキス、メガドキになりますありがとうございます、宅配で、宅配で、ありがとうございます、ありがとうございます
ーダーのセンスってさ、いやでも、いや自信ある、自信ある、ちょっとドキドキするけど発表します。アスパラガスです。これ山芋、上エビ、チーズ、こちら餅です。豚しそ、4いきました。牛串とハムカツ。納得のない、そう、納得のラインだ。これはもう大学時代からこのラインです。これスタメン、これスタメンです。これがセンターバック、センターバック、これ吉田麻也っていう、これ久保君から、まあ、堂安と久保って呼んでます。はい、トップで行かせていただいて、これ権田です。これ持ち1個しかないんで、これキーパーの権田です。あの、一つ言っていい、はい、あれクソつまんない、マジでえぐい。うん、懐かしい。豚汁は一番うまいのよ。じゃあこれ第2次にしたほぼ豚汁しか食べないよね。三笘だよね、三笘。豚汁は三笘ない。豚汁は三笘だね。後半三笘。やっぱでも面白い、やっぱり。やっぱ楽しいわ。でも楽しい。なんか戦い来るとさ、なんかね、この感じ。自分たちが出せるのって。出せるね。うん、ホームだよ。ホーム？ホームグラウンド？ヤマハスタジアムもしかして。上エビだ、ただのエビじゃない、上エビだ。絶対頼まん、頼めるな、てかエビ頼まんの。一つだけ頼む、220円とかで。うざかったからエビは頼めん、頼めなかったら大人になったね。大人の味になるわ、これ。これね、うん、うまっ、うまっ、エビうまっ、大人の味だな。タルタル忘れてね、これアスパラガスにタルタルソース絶対絶対。確かにタルタルってあります。あ、ないんだ。ないんだ、わかりました、ありがとうございます。昔あったんですよ。そうですよね、なくなったんだ。そうですよね、仕方ない、ありがとうございます。なくなったんだ、時代の変化。落ち着け、落ち着け、戦いも戦ってるんだ。これはもう田中のせいじゃない、岸田政権のせい。マジでしわ寄せここ来てる、しわ寄せが来てる。だってアスパラガスにタルタルがないなんて考えられない。前まであのキューピーの、あのタルタル、しかも1人1本に1人1個で、うん、だからお付き合いますって。これ怒る矛先は間違えてる。これは国岸田政権の話。国会議事堂の前で看板持ってたしかない。しかしたらタルタル。ガソリン代の高騰と同じぐらいの衝撃受けてる。バンライマーにおけるガソリン代の高騰と同じぐらい。同じぐらいの衝撃。つけないのはいいよ、買わせてほしいの。プラス20円、うん、全然うちら入る。いやー、感じたな今、うん、不景気を感じたわ。日本の将来が不安になったな、うん、この瞬間。串カツ屋がタルタルなくなったってだけでちょっと感じたわ、ね、不安を。本当だよね。これはもっと奇数出して、うん、経済を回さないで。あんまり飲んでる場合じゃないの。強いては日本のため。キムネさん、ありがとうございます。メガドッキーでーす。ありがとうございます。マヨネーズはもらえるっぽいよ。すごい、もらう、うん、せめてものだね。うまっ、山芋うまい。今かかるんだね、ちなみに。何で感じたの。はい、流れてる。時間がマジでない。明日解散されるかな。決まってる。見る、今見る。明日見るか。明日見よっか、うん、今は楽しいままで終わる。まあ今は、ね、ちょねえよ、なんかそれ、ね、なんかリアルよ、なんか。まあそれは水差さないで、本当に。そうそうそう、よくないよ、本当に。マヨ、あれで来るかと思った。うまっ、うまっ、マヨで十分だ。うまっ、はいはい、飲みました、しっかり。いやいや、楽しかったね。楽しかった。香川で串カツ田中に行ったんですけど、まあ、結局なんだかんだやっぱ楽しかった。ああ正解だったんじゃない。正解、引いてた、完全に。今日の飲み会の未公開シーンをサブチャンで投稿するんで、もし気になる方はサブチャンネルハングオーバーもフォローしてください。めちゃくちゃあの撮影したんで長回しで。楽しかったね。楽しかった、楽しかった。明日阿波踊りが開催されることを本当に心から祈っております。祈っております。はい、皆さん、長い長い下道動画で付き合っていただき本当にありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とよろしくお願いします。バイバーイ。Okay.